ガチで久々、この挨拶すら。一生編集で手こずっと、まり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 ま
ということで、本日は、久々に、週刊 FP で当たった選手を使っていきたいと、のと、相方には、セイドルフと、ロナウジーニョと、アルナジーニョを使ってもらいたいと思います。ベッドは使ったんですけど、いまいちでした。嘘つきよ、お前。ほんまやって。もう一回使ってくれ。なんでなん？ちょ、もう。まあ、今の使ったはこんな感じです。ある番号言ってる。そして、ジンさん優勝おめでとうございます。えぐいな、普通に。普通にえぐい。だって、スタックさんが、配信の時に、うん、サイボーグやー、あれだった。舐めとる？お前のその、なん、サイボーグやーっていう言い方が舐めとる。舐めてへんわ。0264。リスペクトの意味を込めて。6466。ちょ、怪我なしにしよう。怪我は、お前、危ない。削るから。削らへんな。いや、おい、プロコン使うな。プロコンでできんね。いつか来るけど。うん、え、来るぜ。知らんの？プロコンみたいな感じで。知識マウント決まる。知識マウント決まる。今から使うのはメイソンマウント。はい。デキンのスカットはこちらです。お前、待っていますっていう、お前、忠告してんねんから、お前、早せ、急げ。お相手さんが待ってるっていう。急がば回れ。おげえ。ビュリってるね。これ、ちなみに、負けた方が？負けた方は、朝一ゴミ捨て。ああ、そうやな。うぐ！行く！行きすぎる。生意気すぎる。ナイキの CM 待ってます。うすぎる。今のリプレイ多分出てる。テスラで。カーソルチェンジをフリック&ダブルタップに変えたから、うん、ちょっとまだ慣れない部分がある。俺も最近カーソルをフリック&ダブルタッチに変えたから、最近でかずっとレアルをしてて、バルベルデエグい。最近の若い現実の選手ほんまに上手すぎる。面白くねえ試合。取れ高ゼロ。いや、マテウスのあのシュートしか取れ高ない。俺シュートゼロやで。まあでもこっからよね。レバンドフスキとベベと。僕はレア重いで。セイドルフはマジで、使用感はマジでいい。正直なところ。ごめんやけど、レバンドスキー使用感結構悪い。どっちかというとレアの方が好きやった。俺は。だから、なんていうの、技術のある人やったらレバンドスキーはマジで強いと思う。てか、技術のある人がレバンドスキー使ったらマジで強いと思う。やけど、技術のない、俺らみたいな人が、使うんやったら、レオンみたいに、もう裏走らせるだけみたいな方がいいと思う。やばい。ナイスパス、ベト。これベトに行かす、うん、ごめん。ほらごめん。ネビーの強さ。ネビーの強さ、ベト。てか、マジで、ヴィッセルナイスすぎる。大瀬古がえぐい。あ、読まれてた。なんか、フラッシュパー、えぐいベトの動きだし。基地力。えぐいベト。え、ベト？ほら、強い言うて。フラッシュパーティーっていうゲームがあるんですけど、まあ、デキンがずーっともう、2、3年前からやってて、
嘘つけよ、お前。忘れましたか。1年前ぐらいからずっとやってて。アジア何位やったっけ ?98 位。アジア98位まで。ここやな、セイドルフの強さ。フィジカルあるから。この、並走してる時とかに、あ、ミスった。並走してる時とかに、もうボコボコ勝っていく。90あるからね、フィジカル。ボール出しはそんな高くない。守備能力全然やけど、ボックスとボックスなのに、その中盤のにブロッカーがあるのに、ディフェンダー特有のブロッカーがあるっていうことが強みだ、正直。わかりました。取って。レバンドフルスキー。何今の。さすがバルサのエース。毎回ボコボコにされるんだよ。けど、今週、もしかしたら、ソンフミンのスパサブが来るかもしれんでいい。ここの間通す。はい、手取りの持ちやすさ。はい。レバンドルスキー。えぐい。今のはちょっと俺のちょっとあれ。カーソル見てた。カーソルのちょっとまだ発展途上やから。89分よ。多分普通のディビジョン戦やっても、ボコボコにもなされてる。あと3分で何ができる？ごめんなさい。もう3分じゃ無理。めっちゃ謝った。まあけど、庶民できるよ。このオブラクの神戦。このオブラクの神戦。えぐい。ペノリ、蹴り込みすぎやろ。そんなに蹴り込まんの。ね。これよく止めたな。マテウス止めか、打ちすぎじゃなか。軌道えぐいけどな、普通に。で、ベト。ベト普通に動き出し。流し込み。で、レバンドルフスキー。ここワンツー抜け出して、レバンドルフスキー。やっぱ決定力とフィジカルがあって、まあスピードはないんですけど、こういうとこの強さやっぱ光るっていうね。レバンドルフスキー。え、レバンドルフスキー3点決めたの？速報です。いい試合目の前に相方が寝そうです。おいおい。ヘディングしようこ。バドスキー。アシットさせて。ブンデスラーだ。じゃあさっき、一試合目、ガウショを、左セカンドトップで使ったんで、今回は、トップに、頂点に置きまーす。はい。あれは、育成はパスに尖らしてるんだよ。いや、そんな尖らしてないけど、ドリブルと、まあ、ドリブルパスみたいな。あ、いや、バリエ。まあ、こやつは、自分で育成するタイプなんで。な、気づき？マジか。いや、これでロナウジーニョとセドルがついても、どこともう行く。キーパーない気づき。または、1200円ね。1220円。20円の、ね。20円、たかが20円、たかが20円ということで。ね、チャリにしてもらって。もう俺だもん。グリーンポン、ここ早いよね。で、ファー側に、もう、キーパーの名刺よ、これ。ちょっと。いい、ユリがいい攻撃参加。いい攻撃参加。バリー。ナイディ。うん。ちょっと、おっと事故ってる、事故ってる。おっとうわぁ。事故ってる。じゃあ、いろいろ見せてる。これだけに勝つのがムキーレなんですね。ムキーレマジでおすすめ。いろいろ。もうどんだけ守備が下手でも、ムキーレおったらマジで助かる。早いしね。ほんまか？ベト。ベト。ベト。いいね。ベトおすすめ。ステンってあかんで。うまいな、まず。
いりません。雑魚買ってリュウさんに教えてくれ。うん、オッケーオッケー。バルベルでエグない普通に。ベトエグいちょっと強すぎん。ああ、わかった。あ、ミスだ。え？金だろ、金。どこだな。いや、直狙い。直狙い。直払い。リボ払い。席割れ。あれよくやった、ムキール。よくやった。ムキール。若いムキール。若い。この、サイズが、え、それ取るの待って、お前、何しようおかしくて、気になる何人かね。ファイブバック。ファイブバックがね。大きな。弱いね。大きい。大きだやん。うおぉ抜き、抜きうまいからそんな。ずっと大きだ。え、来た来た、ああ。クリンポン早いからね。お、落として。やばい。いや、交代全然。ええぐ何してんの青色の歯切れた。何してんのバルベル。誰今抜かれたやつ。え、多分、ルディが。ゴミポケモンじゃん。あ、ラストの3試合目。泣いても笑っても。じゃあ、もう、そろそろ、ロマンとかいらんから。ちょ、ロックとかいらんから。ガチで、勝ちに。普通に、なんか、ウイレの時かな、イーフトとか。うん。もう周りにおらんかった。いや、まだ本気出してなかったとかいうやつ。うん。大体そういうやつ、ほんまに雑魚だけやねんけど。ほんまに、俺が今ここで勝負する。ほんまに本気だしね。正直。顔つきがちゃう、ミッド。なんか。エピック、エグ。三大将みたいなの。真ん中。黒犬。黒犬。今日。一旦出そうか。バグくわ。ほら、バグの。あポーズメニューを押すり。え？あ、これ続きあんの？行きましょうか。バリカルだったしてる。そういう手口？あー、ちょっと、早すぎるかな？愛してるぜ。下げて。死ぬ死ぬ。おわ、え？なんで？やめやめやめ。おおおお。あはは。今映ってた。え？なんで？トロの向き合わせに行ったよ。うわ、今の。レバンドフスキは世界三大フスキやからな。あんまフスキおらんやろ。レバンドフスキ、チャイコフスキ、めっちゃおるお風呂スキ。お風呂スキゼロゼロわかんねえ。マジか。うわー浮いたー浮いたー来たらいいよ。振り返ったらいいよ。ベト。ベト。えぐっ。さすがえぐい。それはえぐい、単純に。さすがにえぐい。フィジカル。このガチャの一番のあたり判明しました。苦手な皆さん、ファイブバックマジでおすすめ。どんだけ。えぐい。誰？ジャパンです。これさ、10点10パーやねんけどさ、ギブアップしていい？ん？マテウス・ドラコニア。マレウス？来た。さあ、ベトの力を見せるとき。ベト？行く。ベトゲーやん。
結果、今週のハダリはベトです。まあ、こいつは育成することはできんけど、進化することでできて、進化したらベトベタになります。退化してるやん。ザコになってるやん。何もできん。クソザコに。泥爆弾投げれます。臭いだけやし。ということで、まあ、ベトの強さが分かった動画になったんじゃないでしょうか。まあ、レバンドスキもエグかったし、セドルフは、まあ、守備力。あの、普通にマジの召喚で言うと、セドルフはマジで結構エグ、あの、シュートも打てるし、全然ドリブル、ボールキープもできるし、パスも上手いし。ロナウジーはロナウジーにはマジで、あの、ちょっと、俺がちょっと下手くそやったけど、抜け出しエグいし、チャンスメーカーで。んで、しかも、俺パス結構振ってるから、ああ。パスも結構、通せるし、まあ、ドリブルはまあ、言わずもかな。まあ、ということで、参考になったよーとか、次の週刊誌を見たいよーとか、なんか、そうだ、リクエストがあれば、ぜひぜひ、コメント欄とかでも、まあ、アンチでもいいしな。あ、さ、ごめんすよ。ダメ。ほんまや。忘れてたよ。完全に忘れとった。それで、さよならー。